時間はただいまより7分間です。お待たせいたしました。第99回全国高等学校野球選手権神奈川大会第1回戦、本日の第2試合、平塚東洋高校対川越高校のスターティングメンバー並びに審判員をお知らせいたします。先攻川越高校、1番センター清水くん、センター清水くん、2番ライト大場くん、ライト大場くん、3番キャッチャー市村くん、キャッチャー市村くん、4番ファースト竹田くん、ファースト竹田くん、5番サード森松くん、サード森松くん、6番レフト田中くん、レフト田中くん、7番ショート室岡くん、ショート室岡くん、8番セカンド新井くん、セカンド新井くん、9番ピッチャー佐藤くん、ピッチャー佐藤くん。引き続きまして、高校平塚農業高校、1番ショート稲川くん、ショート稲川くん、2番セカンド植木くん、セカンド植木くん、3番キャッチャー森本くん、キャッチャー森本くん、4番ピッチャー村井くん、ピッチャー村井くん、5番ファースト池野くん、ファースト池野くん、6番ライト阿部くん、ライト阿部くん、7番レフト飯田くん、レフト飯田くん、8番センター大木くん、センター大木くん、9番サード坂井くん、サード坂井くん。審判は球審三戸、球審三戸、塁審は一塁松本、一塁松本、二塁矢部、三塁田中が、三塁田中が、以上4選があります。なお、この試合のアナウンスは蕎麦高校野球部マネージャー赤川春子が担当いたします。試合開始まで今しばらくお待ちください。